世界は私の前にひれ伏したのだ。そこまで言う？的な感覚は、少しあるのだが。で？そこはもう、今まで通りなのだがしかし。ルールを守らねばならない理由を、あるいは見失いつつある感覚。それは不安とともにある。そもそも、単なる妄想では、正しいのは自分、間違っているのはそれ以外、世界すべて。理解と状況から一理は、あるのだけど。取りたい世界でも、正義なら勝てるのか？勝てたとしても、その後。勝った、というか。世界すべてが間違っていても、その正義は曲がらないか？という点で曲がらなかった、というべきだろうか。何かの意図しない実験のようなものだったというべきか。ともかくオリンピックの成果は、東京へ向けて走り始めてはいる。今もなお、圧倒的多数を支配する、認識。その不安は残っている、しかし。